薩摩半島。薩摩半島は日本列島の鹿児島県南部に位置する半島である。鹿児島湾、近郊湾西岸にあり、東岸に大隅半島、両半島の間に桜島がある。最南端は長崎花。薩摩半島の西岸及び南岸は東、品海に面する。半島振興法の指定を受けている地域の面積は1399.85。 平方キロメートルである。ただし、半島振興法では2000年時点の鹿児島市の区域は含まれていない。半島の北西部には、関液、北東部には、鹿児島県の県庁所在地である。鹿児島市、中部には、鹿児島市と江口川を結ぶ構造線がある。南部に海門だけ、標高二十四メートル、南東部に、池田湖、南西部の坊の津には、 リアス式海岸がある。アタカルデラによる火山活動の結果、火山廃癖など高低差が大きく内陸部へ入るにも困難で道路が整備されつつあるが、このため海岸線に商業施設などは集中している。半島振興法の指定を受けている地域の2000年の国勢調査時点の人口は284,021人である。 そのうち2011年現在の鹿児島市、枕崎市、市菊木野市の全域及び、日置市の移住院地域、旧移住院町を除く西郷町の区域が過疎地域に指定されている。衆議院小選挙区においては、鹿児島県第1区、三島村、豊島村を除く、鹿児島県第2区、大島群区を除く、鹿児島県第3区の3区で構成される。 鹿児島県議会選挙においては、鹿児島市、鹿児島郡区、枕崎市区、いぶ市区、日置市区、市菊区木野市区、南薩摩市区、南九州市区の7つに分かれている。薩摩半島では、農業と水産業が盛んであり、農業においては、南部のチラン茶を中心とした茶などの畑作、西部の東、シナ海沿岸地域においては、水筒や、 カ樹ュなどが栽培されており、特に2月頃に田植えをし、7月には出荷する、長早葉や場舞という手法が多く取られる。鹿児島市の周辺においては、野菜や花などの商品作物を栽培する、近郊農業となっている。また、水産業においては、古くより、遠洋漁業により捕獲されたカツオの水揚げ地として、知られ、漁港単独としては初めて1999年。 平成11年に開港した枕崎漁港、枕崎市、串木の港、一木串木の市がある。商業は、鹿児島市を中心としており、他にも枕崎市、伊ブス市、南薩摩市のか田地域でも商業は充実している。ものの、薩摩半島のほとんどの区域が、鹿児島都市圏に含まれており、鹿児島市への一極集中の傾向にある。南東部には、県有数の観光地、 イブス温泉がある。鹿児島市にある鹿児島中央駅を中心として、北西方向に九州新幹線と鹿児島本線が通っており、九州新幹線は内陸部通り、薩摩仙台市まで結び、鹿児島本線は日置市、市菊市金の市を通り、薩摩仙台市までを結ぶ。また、イブス枕崎線は鹿児島中央駅から南方に伸び、 薩摩半島の東側の海岸線を通り、いぶ市、南九州市の南部、枕崎市を結んでいる。また、枕崎市から、加瀬田市、現在の南薩摩市を通り、移住院町、現在の日置市までを結ぶ、鉄道路線として、鹿児島交通が運営する鹿児島交通枕崎線、金峰町の阿田駅から、川辺町を通り、地覧町までを結ぶ鹿児島交通地覧線、 長セ田市の長セ田駅から、薩摩万世駅までを結ぶ南札鉄道万世線。南札鉄道は、鹿児島交通の前身があったが、枕崎線は1984年、知覧線は1965年、万世線は1962年にそれぞれ廃止されて、現在は、日置市枕崎市間は、鉄道空白地帯となっている。路線バス、空港連絡バスなどが、 鹿児島交通、南国交通などによって運行されている。薩摩半島を発着するものとしては、鹿児島市船舶部が運行する、桜島フェリー、鹿児島桜島、主市役高速船が運行するトッピー及びロケット、鹿児島、イブスキ役島、種子島、タルミフェリーが運行する鴨池、タルミフェリー、鴨池港タルミ、南9船舶が運行する南、9フェリー、山川ねじめ、 古式島商船が運航するフェリー及び高速船、串木の古式島列島が、その他にフェリーと島やフェリー三島などの離島の尊敬線や奄美沖縄方面へのフェリーなども鹿児島港を発着港としている。高速道路は九州自動車道、高速自動車国道と南九州西回り自動車道、国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路、 一般国道の自動車専用道路、南札縦貫道、地域高規格道路があり、鹿児島東西幹線道路が建設中である。九州自動車道は1988年に終点となる鹿児島インターチェンジまで開通し、1995年には青森鹿児島間が高速道路によって結ばれた。一方南九州西回り自動車道、略称、 南九州自動車道は1998年の伊住院インターチェンジ小島西 IC 館が開通したのを皮切りに2002年には一気インターチェンジ伊住院インターチェンジ館2005年には串木のインターチェンジ一気インターチェンジ館が開通し2016年現在では薩摩仙台市の薩摩仙台水引インターチェンジまでが開通している南薩立道は 鹿児島市から、南九州市を通り、枕崎市に至る、予定の地域高規格道路。2016年現在では、鹿児島インターチェンジから、谷山インターチェンジ、いぶすきスカイラインとの重複区間、南九州市の南九州川鍋ダムインターチェンジ、から、チランカネヤマ水車インターチェンジ間及び、一般道路区間として、南九州チランインターチェンジから、 枕崎市までの区間が開通しており、地覧金山水車インターチェンジ南九州知覧インターチェンジの区間が整備区間となっており、谷山インターチェンジから南九州川鍋ダムインターチェンジまで、塗り木交差点から枕崎市までの区間が既存道路活用となっている。他に有料道路として、いぶすきスカイライン、鹿児島県道17号いぶすき鹿児島インター線が、 鹿児島インターチェンジから、鹿児島市、谷山地域、南九州市を通り、いぶ市までを結んでいる。一般国道は、鹿児島市から、薩摩半島の北部を横断する形で、日置市、市菊式野市を通る、国道3号、鹿児島市から、姶良市方面につながる、国道10号、枕崎市から、南九州市、鹿児島市、谷山地域を通り、鹿児島市に至る、 国道225号、南薩摩市から、南薩摩市笠佐地域、枕崎市、南九州市、いぶすき市を通り、鹿児島市、谷山地域で、国道225号と重複し、鹿児島市に至る、国道226号、枕崎市から、南薩摩市、日置市を通り、地菊式の市に至る、国道270号、鹿児島市小山田町から、 郡山地域を通り、薩摩仙台市方面につながる国道328号がある。主要地方道は、薩摩半島の中部を横断する鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線、鹿児島県道22号、谷山作線、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。